ナバシで、これ超ベスト。ということで、いい感じになっているんですけども、今回はですね、全然余裕だということで、あれをやっていきたいと思います。ムーンシーロー。ムーンシーローって知ってますか？よくね、中華屋さんに行くとあるじゃないですか。卵とキクラゲと豚肉炒めてるやつ。家でも、がっつり食べたい。そんな皆さんの願いを叶えるべく僕は作っていく。で、僕の試行シリーズの中でも、なぜか中華がめちゃめちゃ評判良くて、割と中華は基本に忠実なんですよ、僕。コツは、お肉の下処理ですね。卵の処理の仕方とかもあるんですけども、本当に基本のムーシロー。炒めるだけでこんなに美味しいんだっていうのを皆さんに実感していただきたいので、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介していきます。キクラゲですね。キクラゲぬるま湯につけてます。キクラゲを、乾燥のキクラゲ 6g をぬるま湯で戻してるやつです。ぬるま湯で15分から20分ぐらいつけとくんです。ぬるま湯っていうのは50度ぐらい、1回水洗いしていただいてから、ぬるま湯で20分ぐらい、戻したものを使います。はい、これ今5分ぐらいしか戻してないんで。お肉なんですけども、豚バラでやるところも結構多いんですけども、豚こまでいいです。こま肉も油がちょっとついてるところが僕は美味しいかなっていうふうに思うんで、薄切りのものを使ってください。こま肉 120g でございます。 L サイズの卵が3個。お野菜なんですけども、小松菜ですね。はい、昨日の余りなんでちょっとしなってますけども、これ 100g ぐらいですね。今回はあんまり材料を増やしたくないんで、長ネギは今回使いません。長ネギの代わりに使うのはこれ生姜です。生姜 5g 千切りにして使うんで、香りつけていきます。はい、それではですね、やっていきたいと思います。至高のムーシロー、中国ではポピュラーな感じで食べられてるものなんで、一番大事なことって皆さん何だと思いますか？作業効率を上げること。中華って火を使ってパパッと仕上げる、火の通し方って中華って一番難しかったりするんで、動画をよく見ていらっしゃる方は分かると思うんですけど、やっぱりね、飲めば飲むほどパパッと動けるんですよ、僕って。なので作業効率を上げていきたい。恐怖心を解消して包丁さばきを良くしていきます。そのために用意するのはワンフィンガー、あ、トゥーフィンガー、スリーフォーフィンガー。いただきます。あー、至高になっていきます。先生、至高になりたいです。卵を溶いていく。全部ここに溶いていきます。卵大きいと思います。はい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 、溶いていきます。できるだけね、白身なくした方が綺麗に仕上がっていいです。で、ここちょっと塩入れ、濃いです。パラッと、これで卵の下処理が完了。これはね、結構ね、いい感じで切れてるんでいいんですけども、あまりにもこま肉が大きい場合はこう手でちょっとちぎってくださいね。で、塩コショウ、コショウさっきと同じように一つまみ、パラッと。コショウ、コショウはね、思ってる 1.5 倍ぐらい。小さじ1のお酒ですね。お酒これぐらいかな。これ、ね、片栗粉を混ぜ込むことによって、この豚こま肉結構ね硬かったりするんですけど、これがね柔らかくなっていくんですよ。さっき溶いた溶き卵、これね大さじ1入れる。はい、ちょっとね、足んなかったね、ちょっと入れる。片栗粉と卵、これをねよく揉み込む。これでね、炒めた豚肉がうまい、柔らかい。よく揉み込んで、これ常温で置いとくと。試行シリーズだからね、割と面倒くさいのこれね。ムーンシーローでお酒を飲みたいから僕頑張ってるんですよ。美味しいもの食べたいとか、美味しいおつまみでお酒を飲みたいと思うとか頑張りますよね。僕と一緒に頑張りましょう。乾杯。うーや、みんなのために勇気100倍小松菜 100g なんで、多分1パックの半分ぐらいなんですけども、まずここを切り落としますね。切り落としたら、小松菜っていうのはここに砂噛んでることがあるんで、この砂を取ってる、洗いましょう。そしたらですね、3-4cm ちょっとこう食感を残すぐらい長さを持って切る。で、これで OK です。生姜はこんな感じでスライスしていただいて、まとめていただいて千切りにする。これぐらいね、千切りにしてください。あっとしたごしらえが終わりました。そして自分を褒めてあげる。頑張ったね、俺頑張ったね。合わせ調味料作っていきます。お醤油が大さじ1です。これぐらいですね。オイノスターのソースを、これね、半分、大さじ半分です。お酒を大さじ1、
加えた後に僕に大さじ1加えていきます。くー、お砂糖シュガーを小さじ半分、ちょっとね甘みもつけるとコク深い、タレになりますので、お砂糖、味の素、陳建一さんが使ってるから使ってたんです最初ね。味の素3振りです。はい、でこれは合わせ調味料として置いておきます。でこれ通味かけます。サラダ油でいいです。大さじ1と半分、結構使います。はい、決してここで油ケチにないでください。絶対に入れてください。ここで卵を入れる。はい、全部入れる。温まってるからすぐ固まる。でこれをあのね、なばしで、でこれぐらいトロトロすぎもせず固まった状態、これをここに入れると、ちょっと柔らかさもありつつもスクランブルエッグ状になりますね。もっとゆるゆるだとべしゃべしゃになっちゃうし、これよりもっと硬いと卵焼きみたいになっちゃうね。これです。これ超ベスト。でここは小さじ2ぐらい、お肉を炒めていきます。さっきね、この片栗粉漬けにしたお肉、これね広げながら入れてください。広げながら入れましたね。広げながら焼いて中火ぐらいでいいんです。卵と片栗粉を絡ませてあるんですけど、すっごくねふわっと仕上がるんですよ。裏もちょっとカリッと仕上げて、カリッと仕上がったぐらいで生姜、小松菜も入れちゃいます。完璧だね。これ生姜だよね。生姜、この煽ったこの風で、どうですか。小松菜もちょっとしんなりと炒めます。水抜いてから絞ってあげて入れます。炒めてますね。ここで合わせ調味料、さっきの秘伝のタレの合わせ調味料ね。でこれをよーく混ぜて、はい。でギャーッと混ぜたらすぐに卵、はい完成。これが至高のムーシロ。盛り付けいきます。盛り付けていきたいと思います。すごい盛り付けに失敗した。料理研究がここからなんで、皿からはみ出しても全然大丈夫。出された側っていうのは意外とね綺麗だからうまいみたいなのってあるんですよね。これはね完璧な出来です。至高のムーシローの完成でございます。はい、ではできました。じゃあ早速食べていきたいと思います。食べていきます。いただきます。多分中華料理屋やったらもう生きていけると思うな。マジでうまいこれ。うん、タレのうまさがね、パンプキー、あーか、お前合うな。お前何もんだお前は。めっちゃ美味しい。最後にあえたソースが肉にすっごい絡んでる。最高に美味しいです。そして味変換フジェネレーション、大丈夫です。大体予測できたよね、みんなね。辛みを足す、ビクトリー。最後のラー油かごま油がねかけた方が万人受けすると。これスタートチャンス、ドーンドーン。チョモ取り箸なんでね、ぜひいただきます。食べていただいていいですか。いただきます。はい、うん、肉がその卵粉でコーティングされてることによって柔らかさが残ってて、喋、うん、らせるかさ、酒渡すかさ。キクラゲの食感と小松菜のシャキシャキ感と卵のふわふわ、最高っすねこれ。なんかね、結構言ってること分かるわ。それぞれ違う食感だけどいい感じにマッチしてますもんね。そうだと思います。ラー油合うでしょ。合いますね。美味しかった。美味しかったですか。めちゃめちゃ美味しかったです。これちょっと飲んでみてください。ということでね、ぜひ皆さんぜひ試してみてください。スタートチャンス、ドーン。テンション高えな。いやだって美味しいんだ。美味しいからテンション高い。いや、ドーン。